はいどうもこんにちは、りゅうぼんです。闘技伝極み続きやっていきます。裸？いえ、履いてますから、ご安心ください。はい。弓と裸ということでね、もう何をやるかっていうのは大体分かってると思いますが、俺の最後の、勲章、実績。求道者、同行者なしで防具を外し、御霊を武器に宿さず上級の大型鬼を討伐したということで、無限討伐任務不可というね、意地悪なことを言われておりますが、こいつをやります。で、もう、俺もね、やっぱりこう確実にクリアしていきたいということで、ブログとか見まくってます。で、その中で、何が一番俺にできそうかなって思って、見つけたのが、前のね動画のコメントでも、もらってましたが、これだっけな。はい、今ねちょっと調べてきて、これまさにこれ、単独任務乱に住むはぐれ亀ということで、こいつをやりに行きます。わっこなのです。はい、というわけでね、これからやりに行く前に、これ天子どうなんだろう。ちょっと天子派遣してみるか。わー、天候がいっぱい。ほい、これ。天候いるね。というわけでね。いいかね、いいかね。はい。でね、まあいいや、解説はね、言ってからにしましょう。御霊の力が武器に宿ってないみたいです。大丈夫ですか？大丈夫だよ。お前の姉貴がそういうトロフィーを用意したんだよ、ボケー。まったく。長丁場になるからな。はい。さて、天候はここにはいないな。さて、マジで、最初はここの任務はね、何が、うわ、ちょっと待ってね。聞いてないな、雑魚がいるなんて。この任務はね、最初から、このカメタンが、玉はみということで、まあ非常にやりやすいですよというねことがそのブログに書いてあって、まあそのコメントでももらってたその人はね、ちょっとちょっと待ってね、おっ来たな。ちょっと待ってね、君ね、これに気をつけないで。唯一俺が死ぬ可能性があるのがこの攻撃。ギョイーン来てるね。よし、死んだ。これを延々とやる。ちょっと待って。あ、来る。もう俺にしか飛ばしてこねえから、こいつ。つうか、参ったね。もう、この亀多分あれだろうね。永遠脇かな。だとしたらちょっと辛いんだけど。辛いね。ちょっと一回止めるか。初見求道者です。あのね、本当に初見なんで、ちょっと待って、かなり効率悪いんで、まあいろいろ効率悪いことやってたら教えてください。やったね。 OK。 よしよしよし。あれがうぜえな、ロケット花火が。ロケット花火はちょっとよろしくない例えだね。あ、かわいい声出してるね。ほえーだって。うん、かわいいねお前は。ちょっと待ってな、うぜえな。あ、しまった。ちょっと焦りすぎたな。こんなんじゃな。これがあるからね、シャワーするにできないんだよね。来る。うぜえな。どんぐらい、もうこんなん楽勝じゃん。超弱えじゃん。楽勝じゃん。まだだって俺全然手出してないよ、マジで。そうなんだ。なんかさ、待って、まあ今みたいなケアレスミスでもない限りはまず死なないじゃん、こんなん。当たるわけないじゃん。まずい。大丈夫。なんかいきなりダメージが入らなくなったけど、まあ余裕じゃねえの。ちょっとトロフィーコンプリートいけちゃうんじゃないの、今日中に。40分もかかんねえって、余裕だって。早送りもいらねえよこんなん。それはいるか。武器コンプリートがね、ともかく果てしなかったので、こんぐらいで OK。 おー、いきなり結構近かったね。素晴らしい。すげえな。いいね。減ってる減ってる。いい。ちょっとね、近づきすぎちゃダメよ。やるだけは5発。ちょっとでもオッケー。でこれを近い。いいね。そしてもうすぐ背中の鬱陶しいのがうぜ。待って待って待って。背中の鬱陶しいのがちょっと待って。まずいまずい、それはまずい。背中のね、てんこかわいいよ。かわいいよてんこ。てんこかわいいよ。マジか。大丈夫か、歩きで。大体なんだよこのトロフィー。なんで俺裸で亀と戦ってんだよ。うぜ。あれを早く潰さねえと。おちおち。よし、潰した。はい。次は、可能であれば。やばい、死ぬ。くっそ。天狗、頼む。ありがとう。愛してる。なんかやってん。素晴らしい。ありがとう、てんこ。愛してる、お前もう帰ったら、もうね、今後、てんこに飯あげるときは全部きつね御膳にするよ。約束。お兄ちゃんからの約束だよ。またやる、またやる。危ない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 。オッケー。そしてたまった鬼ちぎり。よし。今回だけだからね。なんでツンデレっぽいんだよちょっと。よしよし、これはいける。よしよし、分かってたよ今。折れるのは。やばいこれ。よくない。くっそ。てんこ、ちょっとごめん、攻撃しなくていいから助けて。これはちょっとラグがあるからな。てんこダメだな、ダメだ、働かねえ。本当に今回だけだったな。くっそ。まあ余裕で余裕いいよ。さっきは助けてくれてありがとうな、てんこ。ほら、もう死ぬからこいつ。余裕だから。そう。やっぱあれだね。やっぱダメな時はとにかくチャージに、これ。まあこれはまだマシだけど、チャージを欲張ってねやる時はともかくダメ。テンコスピーテンコタン。まずい。タックルがマジでやばいんでこいつは。無理。よっしゃ、その調子で。なんかどっか割れろ、あれだ。よーし、もう死ぬだろお前。そしてかわいい。鬼払いしてくれてる。かわいい。よっしゃー、急動車。そして極めし者の長い戦いやった。うわー、トロコンしたよー。いや、俺絶対やんないと思ってたからね。いや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 、嬉しい、これは。素晴らしい。ありがとうな、天候。お前、本当に助かったよ。お前がいなかったら、1回で、ありがとう。おめでとう、ありがとう。お前がいなかったら、もう1回死んでたからね。よし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 。まあいいや、思いにふけてないで帰るか。はい。いやー、よかったー。これで俺の人別札が、伝説のもののふと極めしもののふの両方がありがとう、両方つくよ。いやー、これは嬉しい。あ、こんな簡単だったんだね。いや、常世の王の方が難しい。違う、常世の王の方が難しいって言ってる人いたけど、あ、うん、逆だよね。こっちの方が簡単だった。何か用か。さあくれ。極めし者の符を獲得しました。勲章求道者を獲得しました。きた闘技における全ての勲章を獲得した。そして同行者なしでや防具を外し、御霊を武器に宿さず上級の大型鬼を討伐した。というわけでね、今回の俺の装備はこれね、いける。誰でもいける。マジで簡単。運悪かったら、あとね、俺みたいにチャージで欲張りさえしなければ絶対にいけるんで、ぜひやってみてください。装備。もうね、基本能力はね、みんな変わんないんで。武器はこれ。真古の、なんだこれ。階級青天狗だね。青天狗って、竹早見の弓だね。で、やりました。全然余裕できちゃうから。そして、見よう。神別符が。うお、次いったー。くー。嬉しい。これで俺も、なんかこれ恥ずかしいね。なんかすげえ恥ずかしい。はい。恥ずかしい。はい。いやー、嬉しいなー。いや、ちょっと思いにふけっちゃうよ。頑張ったよ、俺。すげえ。みんなのペット天狗のことを忘れずに。忘れないよ。あ、そうだな。ちょっと餌をあげに行こう。助かったので。よー、お前はよー。おー、俺と一緒。おー、こんなにくれんのか、お前。ありがとうなー、お前なー。よし。あ、すげえ腹減ってる。かわいそうに。俺のこといっぱい助けてくれたからね。足りるか？足りるな。よし。じゃあ、お前のちょっと餌もちょっと買っておくか。いやー、嬉しいわー。あとは、あれか。装備だな。天外とかいう、もののふこれ何やってんのこれ。違う。よし。まずね、約束通り。あいつの餌をいっぱい買ってやらないといけない。ちょっと待ってね。魂のかけらがね、意外とね、つうかもういることねえか、武器も。でも武器はね、なぎなたがちょっと面白いんで、もしかしたらもうちょっとやるかもしれない。でね、俺が今からやるのが、今からって今後ね、やるやつの一つが、この最強の防具と言われてるものを、これも人によるけどね、属性値が下回るものもあるから、ただ、明らかに強いので、これをちょっと作っていこうかなと。で、これをやるにはね、なんか、何やら、常世の王をね、いっぱい倒さないといけないらしくて。その辺は、しばらく、やってようかなとは思っております。どれ、一個もねえんだな。だからなんかキーとなるものを持ってねえんだな。それは勝手に調べてやっておきますので。とにかく、今回のね、動画の目玉としては、伝説の、トロフィーをコンプリートしましたという。いやー、よかった。大きみですよ。はいよ。というわけでね、今回はこれで終わりにしたいと思います。それでは最後までご視聴あたした。またな。